みなさんこんにちは、みずきあの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はあ、出ちゃった。はい、今日は便秘改善方法を紹介していきたいと思います。でちなみに、今までもいろんな便秘改善方法を、紹介したことがあったんですけども、最近特にちょっと変わったこと、いつもやらんかったことを始めました。それはドン、水を大量に飲む。はい、普段水ってあんまり飲まなくて、飲んでる方はごめんなさいね、飲んでる方ごめんなさいね。でも本当に1リットルも飲まへんくて、1日にで500飲んでるか飲んでないかぐらいの、本当に飲まなくて。そうで、最近、とりあえず1リットルから飲み始めようと思って、もうとりあえず外に出たら水を飲むようにしてます。で、ご飯を食べる時も、もう食べる前にまず水を飲む。水を飲む。朝起きても水を飲む。寝る前も水を飲む。で、すごい変わったなって思うのは、水を飲むことによって便秘を解消される、便秘はこの水だけじゃないんですけど、解消されるにも買い取ったから、解消されるらしくて。でもこれ、ここで一番言いたいのは、ダイエットの維持、そう、体重の維持がすごいできるようになりました。で、今まではその水を飲んだりとかもあんまりせなくて、食べ物を食べれば太る、食べなければ下がる、それは当たり前って。あとはマッサージとかで、上げ下げみたいなことがあったんですけど、水をたくさん飲むことによって、もう常になんかお腹がこう、今日いっぱい食べたな、絶対今日太ってるわ、いや次の日も今日いっぱい食べたなってなんか思うというか、思う感情になるんですよ。そう、でも水、それはそのお腹いっぱいっていうのは、そのお腹いっぱいめっちゃ食べたっていうのは、水を飲んでるからこそ、そのお腹いっぱいっていう満腹がすごい得られてて、体重が全然変わらなくなりました。変動がなくなりました。で、今なんか最近、水を今日は何日飲んだっていう風にチェックできるアプリがあって、これは概要欄の方にぜひチェックしてください。教えるっていうか、貼っておくんで、そちらをチェックしてみてください。で、そのアプリを使うことによって、またその水が飲んだっていう自分の確認にもなるし、その押した時の楽しさ、あ、水が溜まったっていう楽しさ、これはアプリを使ってみないと分からんかもしれんねんけど、とかがあって、すごい今は充実というか、ずっと続けてます。で、外出るにしろ水を持ち歩くようにしてます。でもこうやって持ち歩いてるけど、もうこれも、もうほんまに1回飲んだ時に全部飲みきるぐらい飲むようにしてます。やばない？そう、歩きに行ったりしても水を買って、もうその場で500飲みきるっていう勢いなぐらい飲みまくってます。でもその代わりにちょっと尿の方がすごい出る。あ、これほんま汚い話なんで、女性限定ということでね。そう、尿の方がすごい出るから、だからこそトイレの回数もすごい増えるんやけど、飲んで出るっていう風に、なんか綺麗な体にすごいなってきてるんやなっていうのも思いました。これが一つ目の水を飲むことです。そして2つ目、その水を飲むことと、もう一つは朝のウォーキングです。このウォーキングすることなんですけど、夜とかにウォーキングとかも、する方とかいると思うんですけど、じゃなくて朝することによってすごい腸が活発になって、この柔らける筋肉を動かすことによってすごい出やすくなるので、こうよくウォーキングするときに、自分は結構夜が多くて、で友達と夜ちょっと集まって歩きに行こうぜ、イエーイみたいな感じで歩きに行ったりしてたけど、歩くことによってすぐ出るっていうこととかじゃなかって、朝そのウォーキングすることによってすごい変わりました。そう、朝ウォーキングがほんまに、これもほんまにおすすめで、時間はその日によって変動があったり、全然歩かない日もあったりはするんですけど、だいたい週 3,4 回はしっかり歩くようにしてます。はい。で、分数は、50分ぐらいで、長ければ1時間ぐらい歩いたりしてます。
はい、ちょっと足疲れたなっていう時は30分とかもあるんですけど、まあ、その時は出てないかもしれないそう、まあ、でも大体 4,50 分ぐらいが、まあ、運動的にもいいかな。なんかもう歩いてる時にだん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 、あ、来てる来てる、あ、来た来た来たってなってくるから、いや本当に。なのでちょっと便秘とかダイエットに悩まされてる子は、まず水を飲むことと朝のウォーキングを始めてみることから、変えてみたらどうでしょうか最後ちょっと決めようや。そう、朝のウォーキングと水をたくさん飲むことから始めてみてはどうでしょうか。はい、ちなみにジュース一杯飲むから大丈夫じゃなくて、お水をおすすめします。あ、私ももうジュース大好きだったんですけど、最近はしっかり水を飲むようにしてます。なのでね、お水、常温のお水をおすすめいたします。はい、これが私の最近の便秘解消でした、あ、みたいなねはい、ということでね、まあこれからちょっとなんか頑張りたいけど何から始めようって思うかもしれへんけど、まあ、そういう時はまず水から始めてみる、まず朝ウォーキングから始めてみる、まあ、そういう些細なことをやっていくうちにだん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 、うん、こう自分の体も変わってくるし生活習慣も変わってくるから、そういうのをやってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。